五島のですね、老舗の新生っていうお店があるんですけれども、食べたことがない魚を食べてみようということです。ウツボ、アイブリ、天狗鯛の寿司を社長に握ってもらいたいと思います、はい、はい、ということで3種類の魚を食べてみたんですけれども、はい、ちょっと待ってください。ぜひおすすめしたいネタがあるので食べてください。はい、お願いします。お願いします。今から準備しますね。はい、タイフック。はい、これは何でしょうか。何やろ。これは五島牛のハラミです。五島牛、それをね、あぶります。いいんすかこれ。火が美味しそう。火が美味しそう。いや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 、いいんすか。やばいやろ。これを握ります。よっしゃー、めっちゃ美味しいやつ。少しまた炙ります。炙ります。少し、ね、いや、めっちゃ売れてきたよ。はい、ちょっと旨味を閉じ込めてる感じですか。そうですね、はい、こんなもんで。これ新鮮なハラミなんで大丈夫です、はい、マスタード少しね、はい、お寿司とマスタードって合うんですか。合います。肉がマスタード。五島にいたら魚だけじゃなくて五島のものを食べてくださいね。はい。で、これが魔法の何でしょう。これ抹茶かな。なんかな。あのね、この中に五島の塩、青のり、それと無農薬のレモングラスを配合して作った塩です。はいはい。これをね、ちょっとだけ塗ります。はい。とこれをちょっと絞る。まあ、これを食べてください、最初に。これは何もつけなくていい、大丈夫です。これはね、多分五島で初めてじゃないかな。お世話になってます。はい、いただきます。はい。まあ、絶対うまいや。このレモングラスの香りですかね。うん、そうです。うまっ。超うまい。これこそもう歯がいらないもん。歯がいらない。かといってね、あっさりしてるね。はい、ちょっと全然ギトギトしない。五島牛って脂っこいもんね。そうですね。特製の塩がまた香りがいいですね。これ炙った香りとさっぱりしたこう匂いが。だから五島牛は牧草がみんなが豊富やけん合うとさ。五島牛。タイフック。じゃあ次に生ダコ。そして吸盤だけさーっとボイルした。それをこう入れますね。で、これをちょっと持ってますね。そこに、うん、これが、はい、さあ、特製の味噌だれ。これはね、あごだしの味噌がこれが入ってます。ほうほうほう。で、うちの自家製の味噌ブレンドしてますね。面白い食べ方、うん、はい、社長のわさび、はい、どうぞ。じゃあいただきます。いきます。やっぱ今すごいタコ肉厚ですもんね、はい、この時期はですね、はい、卵を入る前でですね、すごいいい時期なんで、身もしっかり本当に分厚いですし、吸盤がまたちょっと、はい、なんか食感楽しめるっていうか、はい、これは湯がきするとコリコリ感がなくなる。ああ、なる、うんうん、まあくぐらすぐらいで、はい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 、食感残すため。タイフック。これは何でしょう。これはもしかして超高級な、はい、ですよ。これは何でしょう。味噌。ちょっとこう火は通して、これまでちょっとさっと湯通しして、はい、氷水入れました。それもうまいやろ。
濃厚の味噌をちょっと上に乗せますね。ちなみにこれ新生さん食べられるんですか？来た特別今日は特別でも伊勢海老のコースやったら食べれる。それでは早速伊勢海老のお寿司を食べていきたいと思います。これはそのまんま醤油も少しだけたっぷりつけんねん。少しだけ、はい、プリップリップね。身は甘いんですけど、うん、そうそうこの味噌でちょっとコクも、そうそうコクがすごいあって、なんか食べた後でもまだ口の中に広がってる味噌がすごい美味しい。タイフ今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日はですね、本当に自分たちがね、こう持ってきて、まあ、食べたことない魚をちょっと実際に食べさせてもらったんですけれども、はい、かなり美味しかったなと思いました。はいはい、まあ、どんどんですね、やっぱこういうふうに食べたことない魚でも、どんどん自分たちで食べてみて、はい、世の中の人たちに、ちょっとでもこう、五島の魚をね、はいはい、知っていただければなと。お客さんたちもね、フレッシュガードとか、ね、はいはい、お金買われて、今まで安かったやつがね、ちょっと値打ちがあるようになれば、はい、勉強しましょう。はい、そうですね。頑張りましょうよ。はい、ありがとうございます。本当大将のこのなんかアレンジしたそのお寿司っていうのもすごい美味しいんで、どんなのが出てくるんだろうというかそれ楽しみやっけ。ワクワクで。うん。なんかそれをちょっとまた次回もね楽しみに、はい。また次回よろしくお願いします。はい。どうぞ。ありがとうございました。この動画をいいと思う方はチャンネル登録をお願いします。グッドボタンを押してください。違った。いいな、欲しい。オッケー。